春の訪れです。そんな季節にぴったりのコンサートが開かれました。春色のスケッチと題したピアニスト小堀秀夫さんとボーカリストハンナさんによる素敵なコンサートが去る3月30日お茶の水クリスチャンセンター内の東京プレイヤーセンターで持たれました。ハンナさんは小堀さんプロデュースにより今回本格的にソロデビューを果たした期待の新人です。ハンナさんの魅力はというと本当に純粋ですよね。何もこう濁り気のない、そういうところから素直にこの影響を受けてくれる。例えば彼女が僕の書いた作品をね、曲を歌ってくれます。で、自分はこういうイメージで書いてたんだけど、ハンナと演奏しているうちにね、あ、こういう表現もありかな、こういうテンポ感もありかな、もう新発見の連続でしたね。まずは小堀さんのピアノソロからスタート。今日は春のシーズンしか演奏しない季節限定のよりすぐりの曲をお届けしますと回収を喜ばせた小堀さんは、デビューアルバムからイントロダクションと今回のコンサートタイトルに用いた曲春色のスケッチを演奏しました。またアメリカの伝道師ジョージ・ベナードについて紹介すると、彼は試練の中でも常にキリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのですという御言葉を握り大胆に証ししていたと語り、これから迎える受難週を覚えて彼の残した賛美歌丘に立てる荒削りのを演奏しました。そして誰もが知る昭和の名曲上を向いて歩こうのイントロが演奏されると、いよいよこの日の主役ハンナさんの登場です。もともと美術を専攻し現在茨城県で教員をしているハンナさんは、学生時代にソプラノ歌手であり後に小堀さんの奥様となる平田陽子さんの目に留まり声楽のレッスンを受けました。そこで培った安定した発声と表現力に加え、持ち前の透明感のある歌声で幅広いスタイルの曲を歌いこなすハンナさんですが、主な活動はゴスペル中心です。歌詞とメロディーを持って私は神様を紹介したいですと伝えると、国内外のワーシップソングや小堀さんのオリジナル楽曲を通し存分に主を賛美しました。やはりゴスペルですので、なんか神様のことを伝えるだったりとか、なんかこうその自分が今まであった出来事だったりとか、そういうことをなんかたくさん共有できる、なんかそんなひとときだったらいいなというふうに思っております。途中小堀さんとのトークショーで盛り上がったり、個人的な証をしたりと、デビューライブにして自身のことのみならずキリストのこともたっぷり紹介したハンナさん。クリスチャンホームで育った彼女は生まれた時から当たり前のように教会に通っていましたが、洗礼を受けても劇的な変化も成長も感じられず、相変わらず自己中心な自分に悩んだ時代があったといいます。それでも神様につながることをやめず教会に行き続け、聖書から教えられながら一歩一歩歩んできた。それが私の信仰の歴史であり、一つ一つが大事なステップでした。そうできたのは神様がひとときも離れず私のそばにいてくださり愛してくださっていると知っていたからですと証ししたハンナさん。最後はそんな彼女の原点ともいえるアメイジング・グレイスを歌いました。ずっと自分の原点としての曲というか思い入れのある曲ですね。なんかこうあの曲自体を歌っていると、私はやっぱり恵みを感じるとか、すごく感謝な思いっていうのがすごく溢れてくるので、それをやっぱりまたコンサートだったり発表の場で共有していきたいという思いがあって、あの曲をいつも歌っております。春にぴったりの温かく優しいピュアボイスとピアノの音色に参加者の皆さんの心も春色で満たされていました。音楽もすごい素晴らしくて、証もトークも素晴らしくて、いっぱい笑ってで本当に感動です。神様のその恵みがいっぱい感じられた素敵なコンサートでした。小堀さんの繊細かつダイナミックなメロディーと旋律に合わせて、はなちゃんらしい透明感のある声で春を彩ってくれたのかなと思います。これからいろんな曲を増やしていくと MC で言ってましたけど、
それに期待してこれからも応援したいと思います。春色天国色もう素晴らしかったです。ハンナちゃんね、素晴らしい声がね、透き通ってね、あの小堀先生とのね、本当ぴったりでした。感激しました。ういういしくってなんかとっても素敵な声で、そしてもう途中でもう涙が出ました。それはなんかすごく一生懸命なさっているその心にこう染みまして、その声がなんかすごくよかった、来てよかったってすごく思いました。これからもね頑張って行ってほしいなと思います。この日自身の手がけた新人アーティストを無事にデビューさせた小堀プロデューサーですが、そのビジョン達成はこれからです。やはり次の世代を担う歌い手として、まずいろんな人に聴いていただきたいし、まあ、いつか CD もねなって皆さんの手元に行ったらいいなというのと、彼女の歌、彼女の証を通して多くの、まあ、同世代の人たちがイエス・キリスト、私も出会ってみたいわとか、信じてみたいわ、私も教会行っていいかしらと、そういう周りにもね大きな影響を与えていける、そんなアーティスト、人材になってくれたらいいなと願ってます。